こんにちはドイイツののパイロッットウォッチ専門の中恵です今日はですね、僕に聞きたいというリクエストで一番多いのが手巻き時計のことをいろいろ聞きたいという方が多いんですね。で手巻き時計の中で今日は、えー、一つとしてアンティークの手巻き時計のお話をしてみたいと思います。それはですね、例えばアンティークの手巻き時計、まあ、多くが手巻き時計なんですね、アンティークは自動巻きよりも。で、その際に全枚を巻くとき、僕は手巻きの場合、 巻巻き止まりまりででいいててくくださいとよく言ってるんですそれはやっぱり精度が安定するからなんですけどもえアンティークの場合うーん全部巻くと全、まあ、イが切れる可能性が新品今の現行モデルに比べて若干高いですから、えー、例えば巻くと何回例えば40回でい,いっぱいになって止まる巻き止まりになるっていうことであれば例えば35回ぐらいで やめておいた方がいいかなという感じをお伝えしたいと思いました、えー、40回全部巻いた方が精度的には安定するんですけどもやっぱりねいっぱいいっぱいまで巻くと、まあ、若干なりともうゼンマイ切れを起こす可能性がありますので、えー、途中までの方が、まあ、あのゼンマイ切れが起こる可能性が若干低くなりますのでであればかといって半分とかだととても精度に影響が出ますあの出る可能性が高いです。 だから、えーと、満タンよりちょい手前ぐらいが一番いいので例えば自分の時計何度かちょっと試していただきたいんですね全部巻くのに何回ぐらい巻くのかあのいちいち細かく何回転って見れ,見れませんのでまあ何回ぐらいそれより少し12割少ないぐらいの巻き数でやってもらえるといいかなと思いますまた、えー、といろいろ話していきますのでよろしくお願いしますありがとうございます